後継者の不在ということ、後継者の不在は、まあ、後継者の当て飲み屋と、まあ、4ヶ月を、あの当て飲み屋をそのまま即位させるのか、それとも中継ぎを入れるのかという選択肢があって、結局、中継ぎをワンポイント挟むと。ただ、あの、帝王教育といいますか、そういう所作、不作法への不安というものが彼には付きまとったみたいで、即位するときに、作法等がダメであれば即時上位すると。で、その決定権については、東福門院が判断すると。要するに、あの、秀忠の娘、東福門院が、それを判断すると、いうことになっていて、これは常に、多分付きまとう問題ですよね。あの、子供の頃から、東宮家として、帝王学とか、天皇になるべく準備してくるのと、その天皇を補佐する存在として、育ってきた、そちらの方に回すことへの不安。ただ、彼は、和歌、あるいは学問の交流に非常に努めるという、和歌を経した五光明寺御殿、五斎天皇は、和歌にも非常に打ち込み、五光明天皇の意思を継いで、さまざまな、書籍の集積所にも務めるというふうに一生懸命頑張ってるんですが、出家あるいは地震、こういった天災が引き続いた時にまだ10歳だった宛宮霊源天皇に上位してます。で、予定よりも5年ぐらい早かったみたいです。宛宮がやっぱり成人するまでは五斎天皇でつなぐようになったんですが、想像よりも早かった。で、この早かった理由についてはいろんな説があります。御水の王が上位させた。幕府が、引きずり下ろした。自分から帝王不徳を悟って引退した。いう説が、今のところありますが、まあ、これも理由はわからないと。現時点では、なんとも、決定的な話は、存在しないと、いうことです。と、これ、もう一つ目についたのは、五歳天皇とはものすごく子供が多いなと思ったんですね。五歳天皇に子供が多いんですか？多いです。27人います。御水野とか31とか、霊源も30何本いますから、まあ、それ考えたら、多いとも言えないとも言えない、中継ぎにしては多いなという、そんなつくってどないするねんという感じはありますけど。そんなに20とか30とか、いわゆるこう就職口があるんですか、この時代は。五歳天皇の子供たちを見てみますと、まあ、内親王で、八条宮家を継ぐ、有栖川の宮家を継ぐ、あとこれは多分、一歳で死んでますね。あと、いつ死んだか分からないの、多分これ廃人してますね。あと、どっかの発親王とか、まあ、あっちこっちの お寺に行く。門跡寺院があっちゃこっちゃにあるんで、食いぶちはそこそこあるのと、それからまあ、2、3年で死んでいくケースは結構多いですね。成人に達したのをちょっと調べてみますと、14。一応14人は成人してますね。一応食いぶちは一応皆さん見つかってます。五小松とか五花園のあたりはもうこれだけしかおらへんっていうのに比べたら、すっごく増えてますね。ご花園の時やばいですよね。彼結局王子一人しかおらんで、実はあれ、ご花園の実は一回で、まだ子供生まれる直前で死にかけてるんちゅうことかな、あれ、病気で。朝廷の転移も、さじ投げるぐらいの体調悪化になったことが一回あって、あそこで死んだらどうなったんだろうとかいろいろ考えますけど、それに比べると、こんな中継ぎでこんだけ作るっつうのはちょっとぐらいわけだけどもよかったのになと。まあ、そんだけ朝廷の生活も良くなってたんですね。そうですね。五歳天皇は2、4、6、7人います。7人いますね。妻が。さらに、いとこに、仙台藩主、伊達綱宗がいて、まあ、そういう関係での献金はあったみたいですね。で、逆に、幕府説っていうのは結局、戸様大名と血縁関係にあるということが問題されたというふうに言われてますが、まあ、そんな関係あるんかなという話ですね。親王が大名に養子に行ったり、内親王が大名家嫁ぐというのもあるんですか？今のところ、多分ないと思います。基本的には公家には行ってますけども、親王が行くっていうのは、親王が
石棺受けに行くのはありますけど。公家と武家はパレードされてる。公家からあの武家にあの養子に行くケースはあります。公家が武家にあの養子に行った例は、高司信房の息子、高司信平が松平にしに行って旗本になってます。松平長七郎の、モデルです。元町幕府の頃のあの公家武家がもう婚姻関係でべったりくっつくという、それではないんですね、この時期の。それもないですね、多分。京都と関東に分かれてるっていうのもありますし。霊源天皇ですけども、霊源天皇、ある意味、本命の即位とかですね。ただ、若年で、即位している予定よりも早かったということ。それから、この人も、放浪な生活で知られていて、まあ、あの町に出て、飲み歩くとか、自重を巻いて銀ブラするとか、そういうような感じのことでは済まないレベルの悪いことをやってます。それに対してダメですよと還元した公家たちを直感にしたりして、天皇は一応天皇ですから、やっぱり公家にとっては主人なんで、あの天皇は無事かとなったらそれはやっぱり止められないと。幕府としては弱り果てて、天皇と近従の統制の上だし、それまでの関白転送に加えてこの偽装通のおいて天皇の監視等に当てるということをやってます。この頃、ゴミズの、それから東福門院が、相次いで、亡くなると、いうことで、まあ時代も、江戸時代、初っ端時代が終わり、霊源が、主導権を握っていくと。この頃になってくると、徳川幕府の方も家光から家綱に、移行していく時期であって、まあ江戸幕府の方も陰りがちょっと見えていると。そういう中、彼は強引な攘夷を図り、問題を起こします。ですね、一宮を、廃して五宮を擁立すると。これは実はただのわがままというよりは、まあ、わがままなんですけども、霊源の場合はこの一宮を引きずり下ろして五宮を擁立するというのは、あの院政の始まる時期を遅らせてというのがどうもあったみたいですね。上位する時期を遅らせて、まあ一宮が10代半ばになったらそろそろ上位しようで幕府が言うてくるから、それを避けるために、この人の場合は結構天皇の、地にあるってことに、まあ五宮を擁立する。この五宮が後の東山天皇です。それに反発した一宮の外籍の小倉家を、流罪に、流しちゃったと。幕府の方も霊源天皇のこの、無茶ぶりに対して結局これを追認しちゃうんですね。で、小倉事件に関しても、佐渡に流されたのは天皇に、背いたということで、幕府の方で、霊源から命ぜられた幕府の方で結局、処分するという形になっていきます。あの東山としては、まず一つは、即位した時に霊源院政と大乗政の復活、これを成し遂げるわけですけども、これは、当時の、関白、近衛元弘の賛成も得られない。まあ、近衛元弘は吉田新党の、信者で、これは随分後にも、もうやってますね。吉田新党と清華新党の、争いっていうものが出てきますけども、それまでの、神仏集合的な、新党の下では、大乗政特に必要ないじゃないかと。で、もう一つ、大乗政を復活させるためにものすごい勉強しているのは事実ですが、同時にできないこともあると。例えば、鴨川に行って、みそぎをする漁系業行というのは省略せざるを得なくなると。漁系業行が、これは省略せざるを得ないということになるわけです。御所から外に出るっていうのを幕府はやっぱり好まない。まあ、これは、朝廷の権威を幕府、海が独占しようということで、まあ、あまり京都の町衆とかに触れられたくないつもあるんでしょうけども、御家行幸も、できない状況の中で、まあ、やるということは、これ、大乗政というのは復活、復興の形にとっているけども、それ相応に簡略化し、不十分なもんであるというのはあるわけです。霊源院政、まあ、そういう中で据えた霊源院政は、院の転送、あるいは表情集というのを設置して、
仙洞御所にこの上皇、院の転送、表情集と、そういったものを、まあ、設置して、院政をしっかりと敷いていくという形になってきます。幕府にとしてみれば、これは、まあ、本来問題になるべきところなんですけども、これが、まあ、この辺の一連の霊言の、無茶ぶりがうまくいった背景には、あの当時の、江戸幕府の、徳川綱吉、割合あの朝廷に対して強硬策には出んとこうという、動きがあったです。まあ、あのよく言えば勤王心がある。まあ、本当のところで言うと勤王心通過、朝廷と事を構えたら面倒くせえというのはあったと思います。霊言に関しては、摂関家の反発、それから、何よりも痛かったのは、東山天皇が親父の霊言天皇に不満を持って、その辺が幕府に訴え出て、結局霊言は院政を停止させられると。で、まあ、東山新政、基本的には東山新政は近衛元広の、元での幕府協調体制。だからあの東山が息子の中身などにあの上位するときには大城祭は、一旦中止になっています。その辺は幕府の、あの方に配慮すると。問題は東山が、天然痘で急死すると結局朝廷をこう束ねるには、一旦は、引退した霊言に頼るしかないということで、まあ、霊言院政が復活すると。幕府の方でもこの頃ちょっといろいろと痛いところを抱えていて、こういうことね、家光から家綱と来て、ここがなかったんで、こうもできたけど、ここもなかったんで、こういってうまくいったんだけども、ここでこう、ぶつ、ここ廃人しちゃって、まだ7歳の家継ぐ。この家継ぐ、7歳の家継ぐをこう継がざるを得ないと。こういうピンチの中で、幕府は霊言に、あの、聖徳の地を敷いていた荒井白石らは、荒井白石らまだ秋房らは、あの霊言の権威を借りて、家継ぐの名前を付けてもらう、それから皇女の降嫁要素、つまり家継ぐのもとに、霊言の娘を降嫁させると。ゆくゆく、徳川家には、天皇家の血が入ると。だから一昔前のあれたち、逆に天皇家が、徳川家の外戚になるという、そういう構想を敷かれます。だこれは家継ぐ創生で実現せず、その後、これはあの家持ちと和宮まで構想は復活しないですね。ただ、あの将来これが出てくるというのは、ある意味興味深いところではあります。いうことで、江戸時代前半の、天皇、まあ、大体時代的に言ったら家継ぐ、吉宗あたりまでの天皇になります。この人は上皇になってから、院政をしっかり整えたわけですよね。そうですね。この辺は幕府はもう認めてるんですか？1回目は黙認、2回目はむしろ幕府の方からお願いという感じが正しいかなと思います、じゃないかなと思います。1回目はどっちか言うたらしゃあねえなー的なところがあるんじゃないかなと。いや、東山天皇が霊言天皇のこれ院政を廃止しちゃったということですか？そうです、停止しちゃったということですね。これはできるんですか、天皇から院政を廃止するというのは。幕府それから摂関と組んで一種の宮廷クーデターですよね。霊言自身が一種のクーデター的な形で朝廷のイニシアチブとってますから、逆にあの、江戸幕府としてはあの朝廷のイニシアチブに生きてる人間とは喧嘩したくないが、朝廷の例えば摂関と天皇が院を排除したいというふうに言ってきたら、結局まあここでは幕府は多分主体的に同行したいというよりは流れに乗ってるというか、あの、時流に乗っ、幕府がむしろ朝廷内の、イニシアチブった方に勝ち馬に乗ってる感じはし、まあ、してますけど。院政との天皇の関係って院政ができていくときは説明しやすいんですけど、時々なんか天皇側が上皇の院政止めちゃうのが出てきますよね。できますね。あの二条天皇が後白河の、うん、止めたとか。あそこはね、本当ね、説明しにくいんですよね、高校で教えてて。先生、それ、
天皇と上皇どっちが強いんですかという。これ確かにこの二条と後白河の関係とか、あるいはあのこの後宇田と、後醍醐の関係もこれも議論がありますもんね。あの後醍醐が後宇田の、院政を止めたのはこれはあの後醍醐が要求したのか、それとも後宇田の方から身を引いたのか。で二条後白河もどちらが強いですか。非常に難しい問題で。けど法的には天皇しかないんでしょ。法的には天皇ですよね、これ。法的に持ってる天皇が本気出して院政止めようとしたらいつでも止められるんやと、そういうふうに説明するのか、あいやもうその時その時の力関係で強い方がやるんやとなのか。あの家としての、 あの家長が強いのか、それともあの家父長制が勝つのか、それともあの制度的なものが勝つのか、あの例えばあの彫金業交通のをどう評価するかで、彫金業交通のはあの天皇が上皇のもとに挨拶に訪れると、だから、そういうふうに考えると院の方があの天皇よりも上になっちゃうんで、その辺を評価する人もいるし、いやいやあの天皇言うてもあの、上皇院言うてもやっぱり天皇が国政頂点に立ってるんだという議論もあるし、いやいや、あの大院言うても大乗天皇、これ大乗天皇は天皇と同じなんだという話もあるし、高知小説の方がそんなふうに言ってはるし、まあ、あのこれ、実際には、どれがどうというのは一概には言えないんじゃないかなと今のところ思います。あのそれを考えると、これ全部であの一つの側面を見てるんであって、これを一言で言うと、時流に乗ったやつがあのどっかの本の帯ですが、この霊源と東山も、どちらが多数派であるの、朝廷内部でどちらがあの朝廷内部 の, あの政治あ主導権争いの勝者が結局どっちかと、まあ、この場合だから摂関家があの霊源より東山の方がいいと、うん、もともと霊源と摂関家仲悪かったんで、だから逆に言うたら霊源がそこまであの暴走できたのがむしろすごかったというべきかもしれませんね。これ結局幕府が多分何も、なんか霊源が暴れてるのを見ても摂関家 SOS 出していても何も、いやー一応天皇に手出すのは難しいし、天皇がもう暴れたらとりあえず今うちには直接問題ないから放っておくかみたいな感じかなと。まあ、まあ京都内部でごちゃごちゃやってる分にはもういいやと、うん、別にそれでそこで霊源天皇周辺の連中がないんだし倒幕だーいうこともないしって言うと置いといた方がいいかなと思ったんじゃないかなと。これが例えばイエスとか秀忠の頃やったらまたちょっと判断変わったかもしれませんね。あのそういったことで暴れられると、例えば江戸幕府があの不安定な段階でそういう風なやつが出てきて、それを担ぐ動きが万が一あったりすると困るけども、そういう可能性も逆に言ったらない。あそうか、この時期になると幕府が安定してるから、うん、天皇が少々動いたぐらいでは体制はひっくり返らないわと。レジームとしての、幕府は安定してますから、まあ、誰かがあの担ぎ上げて倒幕だという動きにはつくんならないし、そういうところやったらまあ所詮はコップの中の争いというふうに見てた節はあるんじゃないかなと。最後の家継ぐの命名ですけど、はい、家継ぐという名前を あげたんですね、はい、天皇が霊源がつけたんですか。そうです。でもまあ室町幕府では普通なんですけどね、あの義満以降天皇が一応命名する、あの形式上天皇が命名する、天皇が名前を決めさせて、だからこれも霊源が直接名前つけたとは、霊源があの名前を肝心させて、であのその決まった名前を、まあ、霊源の例えばあの親筆であの手紙を送るという形だと思うんですけども、あの室町幕府のように、あの義満はあの、あれ五光厳の、親筆で、義持は五小松、じゃなくて五円遊かれは義和は五小松なんですね。それから、義則の最初の名前である義俊、あれは昭光天皇の親筆 で義勝と義政は御花園天皇の親筆で与えられています。義則は自分で決めました。
そうやってご形式的に名付け親になると。うん。だからそれがプラスに出るかマイナスに出るかっていうのはケースバイケースなんでしょうね。だからあの今まで家光とかそれやってこなかったのはそのままいらないと。うん、家継ぐにとってみりゃあのそれがあってもあった方がいいかなというふうに復活させたっていうのはまあ多分それがプラスになるからなると判断したからでしょうと。幕府にとって。うん、家継が長生きしてたら控除効果が実現した可能性がある。うん、当時、家継が7歳で、あのこの予定だった、予定された皇女はまだ1歳ですけどね。聖徳の治の時代というと、これ、荒井白石ですよね。荒井白石です。荒井白石って、将軍は日本国王やと書いて、うん、言った人です。荒井白石というのは、天皇というのはどう考えてたんですか？基本的には、荒井白石の理屈ではあれですよね、あの天皇、国王っていうのは。あの基本的に、まあ、江戸幕府の基本的なあの考え方だったのは実はあの国王というのは液政革命が起こって南朝から、足利氏に国王王権を移ってるという考え方があるんじゃないかな。それにあの水戸幕府なんか典型にされて南朝政党主管になっていくのはその辺の、ポイントもあるんじゃないかなと思われてるんですけれども、江戸幕府は基本的にそういう意味では南朝政党南朝で、あのそこからあの革命で足利に移って、足利から徳川に移ってるという考えで、それ以降は、あの共王という言い方がされてるんですけども、共同統治する王みたいな感じであって、まあ、主たる王と従たる王という、そういう感じかな。で、これ、現在の室町幕府の、における天皇、の、研究図の主たる家室町幕府体制の、朝廷と幕府が合体したあの室町幕府体制の主たる家臣が将軍で従たる家臣が天皇というような、見方なのとも共通しているような気がするんですが、ポイントは江戸幕府のそれ江戸と京都に分かれてるんで、そこの評価をどうするかですね。はい、まあ、なんかあの東島さんがあの幕府とはという話をなんか書いてあってあの室町幕府は幕府ではない、幕府とは遠くにあるのが幕府なんだ。その辺は金子先生の方があの東島さんの言ってることは分からはるんじゃないかなと思うんですけども。